金ちゃんが最後のその舞台終わった時に、あ、普通だったら、そう終わるまでずっと俺の楽屋で寝てんの。年寄りをさ、うまく手なずけるんだよ。手なずけてんじゃないよ。本当にさ、おい、立てよとか言ってるんだって。上手で。俺なんかもうだからこう金ちゃんとかこうだからこう俺が小学校卒業してだから高輪のとこにいた時に、ああ、そうなんだよね。で金ちゃんが要だから親方のとこに来てたりしてたんですよ。太郎さん、太郎さん、え、太郎さん、太郎さん、双子山さんね、高野花さん、仙台高野花、うん、でそれでその関係でおでその金ちゃんにそういう話をしたらものすごい喜んでくれちゃって、だから力ちゃんがまだ小学生で小学6年生かなんかの時に、うん、たまたま双子山部屋に入りたくて行って、でも小学生、僕小学生じゃまだ入れないからって言われた時に金ちゃんがいたんだって。そうそう、で頭をこうやってなぜてくれて、頑張りなよ僕って言ってくれたんだって。で俺がまあ力ちゃんと仲良くなった時にちょうど大将と金ちゃんと駒で、新宿駒劇場で舞台やってたの。相撲のね、相撲の舞台やった。そうそう、相撲かな、相撲か。相撲で、その親方が代わり代わりだから、関根さんとかさ、やったりとか小坂井さんとか、そういうのをやってたので、それでその時に見に来いでよって言ったら、秋の島と来たの、2人で。相撲の四股の踏み方とか教えてくれって言って、で行ったんです。駒まだ今ないんだよな、もうなくなっちゃった、うん、はいはい、で、うん、なんかあのね、力ちゃんと秋の島と2人で来て、秋関はそういう感激とか好きなのね、あの舞台を見ることとか。あ、そうなんだ。からチケットも席も取ってもらっておいて、はい、で行って、秋関は見てんだけど、力ちゃんはなんかわかんないけど、宮原お前の楽屋にいていいとかで見ないのって言ったら、いやちょっと横になりたいからって言って、結局終わるまでずっと俺の楽屋で寝てんだよ。で一番最後 の明治座で一番最後に金ちゃんが最後 その舞台終わった時に、普通だったら、普通だったら最後にあれなのに、 ここに来て朝までずっといてくれて、そう、ここに来てくれたの、これが最後、もう舞台も全部、あの舞台が最後っていう時に千秋楽来て、でここでだからその全部その従業員じゃない、そのスタッフとか、ね、ですね、スタッフを全部20人ぐらい来たのかな。でそこはここで飯食べて、でそれからずっと朝の2時とかもんで、もうみんなこいつらだから帰ったそうな顔してるから全員帰らして、そう俺あとで掃除するからとか言って、大将長いからさ、話しちゃ、お酒飲まないのに長いっていう、2時ぐらいだよ、もうほんと、2時ぐらいまで、楽しいからずっと朝までいいやと思ったけど、もうそろそろ帰るわ言って、夜の遅くまで、うん、だから不思議なんだよね、まあ、俺の父親代わりって言ったら金ちゃんだったし、まあ、力ちゃんにとってはね、双子山親方と大鵬親方っていう2人の、ね、親方いて、で一回ねお正月かなんか行った時に、あの人、いや俳優のあの人なんだっけ、長嶋さん、長嶋俊行さん、で大鵬さんのところにちゃんこ会じゃなくて、なんか地元のなんかをやるから宮原もおいでって言われて行って、だ北の海さんがいたの、お正月から、はいはい、で俺ね北の海さん大好きだったのね、はい、俺らの時代ってほら、あの北の海さんと輪島の、で、あとまあ、高野花さんとかの世代だから、はいはい、でも北の海さんがすごい好きで、で北の海さん会って、だ大鵬さんがなんか、多分お正月かなんかだったね、ちょっと過ぎたぐらい、で大鵬さんにお年玉もらったら、当時一大年寄りって大鵬さんと北の海さんしかいないわけよ、まだ。あ、はいはい、その一大年寄り高菜いないからね、いないから、はいはい、大鵬さんのお年玉袋持ってるけど、北の海さんも欲しくなっちゃったわけ。本当にずうずうしいよね、くださいとかよ、初めて会った人によう言うかなと思って、で北の海さんにいや、いつも毎年あの大鵬さんの、お年玉いただいてて、で、いや僕北の海さん大好きで、大鵬さんと北の海さんのお年玉袋2枚あると一大年寄りのセットになるんですよって、したら本当にくれた北の海って、でね出てきたのこの前、
家、持ってんのよ。今もあるんですか。あるの。お金入ってないと思うよ。お金は入ってないけど袋だけ、大鵬さんの実質のと、うん、結局力ちゃんはほら飲まないし弱いから相手しないから、うん、俺行くと話聞いたりとか相撲も好きだし、うん、いろんなことも知ってるから、うん、いつも大鵬さんとお酒飲んだ。どこ行っても大体太郎さんと。だから年寄りをさうまく手なずけるんだよ。手なずけてんじゃないよ本当にさ。そんなことないよ、うん、でも、まあ、俺は今ももちろん相撲大好きで見てるけど、やっぱり力ちゃんが面白いのは必ずあの明けぼの戦になると 今の相撲を見てても時間前に立つ人っていないんだよね。制限時間いっぱいですって大体もうこう、はいこうやってあの時計係が手を挙げて発狂に残ったってやるけど、力ちゃんは明けぼの戦になると必ず時間前に立つんだよね。だから時間いっぱいですってなる前に待ったなしって言われる前にもう分かるの。もう3回目の仕切りぐらいから明けぼのなんかねイラ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 してるような。で力ちゃんももういつでもいけるぞって戦闘態勢整ってるわけよ。必ず時間前に立つ。で時間前に立った時は必ず勝つんだよ、ね、挑発してんだよね。でもそういうなんか個性的な力士がやっぱり今いないね。まあ淡々と相撲取るのもまた相撲だし、ああやってこうお客さんを盛り上げさせて、うん、盛り上がるんだよねやっぱり。そう取るのも相撲だしね。だから力ちゃんの、うん、多分相撲とか秋葉の戦とかはみんな見てる人が、うん、あのなんか普通だと時間いっぱいですって言うまでにさ、なんか時間あるから5分近くあるからなんか物をやったりとか取りに行ったりとか水なんか飲み物を取りに行ったりとかできるけど、力者の相撲はいつ立つか分かんないから、特に明け物戦に。でなんでああやってやっぱすごいねって言ったのね俺。いや大相撲ってあうんの呼吸でやっぱね、やっぱそう上物物同士だと時間いっぱいにならなくても立ち合い合うんだねっつったら、違うよ俺がお前みんなテレビ見てて分かんないけど仕切ってる時におい立てよ立てよとか言ってるんだって挑発してるんだって本当に、じゃないと立てないよっつって。相手があって相手もその気にならないと立てないから、だからやっぱもうそういうふうな形で、まあこう下の人形はこう砂かぶりの人形は分かるけど、他はやっぱテレビで見てる人間は分かんないじゃないですか。それは熱いっすね。だからね、うん、だから面白くてさやっぱり、はい、しかもやっぱ曙って当時やっぱでかいし横綱だし、うん、力ちゃんが一番、うん、あの大関横綱以外で一番星勝ち星多いんじゃない、十何回勝ってんじゃない、うん、そうそう十何回勝ってそんな人いないもんだって、うん、みんな勝てないんだもん曙に、はいはい、そうですよね、うん、そういうイメージです。力、うん、ちゃんはそうやって怒らして怒らして立った瞬間に叩くんだよ。せこいよね。いや叩くわけじゃないよ、叩くっていうよりも横にいなすんだけど同じじゃん、うん、全然違うんだ。一回言っといてヒュッていなすんだよね、怒らしといて、うん、怒らすから前に来るじゃない、うん、それも計算してんだよね。今の力士で結構応援してる力士とか、俺はね、でも結局ね、あの明けぼのと貴乃花ってあれ同期だよね。同期。若貴と明けぼのって同期なんだよね。でやっぱ今面白いのは豊昇龍と王鵬と琴ノ富士、あこう琴昇鵬、うん、琴ノ若、うん、琴ノ若同期じゃないよ。一個2年先輩か3年先輩か。でも豊昇龍と王鵬は同期でしょ。豊昇龍とそうそう、やっぱそういうのってなんかやっぱりいい同期のライバルがいる人たちってやっぱ切磋琢磨して、はいはい、あいつが上番付行ったから俺も頑張ろうってやっぱなってる、不思議となってるから、うん、そこはやっぱ俺豊昇龍がまず先に大関になると思ってる、うん、次の大関は豊昇龍だと思ってるから、そうするとやっぱ力ちゃんのその息子の王鵬とか、あと、まあ、琴ノ若も年近いし、この2人が注目かなんか横綱になるような人がいないもんね今ね見てても、なんかあこいつこのこいつ、まあ、こいつってテレビ見ながらこいつ横綱になるなとかっていう
ぱあと怪我とかも多いし、力ちゃんはやっぱ怪我しなかったもんね。あのあれだけよ、大関取りになると必ずなんか石が溜まっちゃったりとか。そうなんですか。そう、何回失敗したんだっけ。いや1回だけだよ。1回じゃないでしょ、うん、1回で3回ぐらいあるよ大関取り。だから大関取りっていうよりも大関取りにとか言ってくれないわけよ。いやなんでっていうか、それはだって上にいっぱいいたらだってどうでもいいわけじゃない。ああまだね、そうそう、あ若鷹がいて、そうだね、高野波がいて、あそうだ、いっぱい強い人たちが本当に、だそれも当たれないっていうその辛さもあるわ。ああ逆に、ね、そうそうそう、星を潰せないっていうね、同部屋だから、うん、そういうのもあるし、だからそういうのはあんまり良くないよね、うん、だから本当だったら別に同部屋だから仲いいわけでもないし、うん、なんか悪いやつもいっぱいいるわけだから、うん、本当はやりたかったんだ。やりたかったよ本当、うん、親方に太平米移籍させてくれって言ったけど、うん、もうお前バカかって言われて、うん、